いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suga! 私今日はなんと道場に来ています。さあ何の道場なのか。カメラさん、さあ道場に入ってました。私、やるわよ。少林寺拳法の道場なんですけれども、教えてくださる先生は青坂先生と申しまして、もう少林寺拳法歴40年、なんとヨーロッパの一番偉い人なんですよ。少林寺拳法のメートルです。あ、始まった始まった始まった、整列しないと整列しないと、どうするの。こういうのって戦いの体質なんですけど、受け身もね上手にやらないと。今の一体どういう、すみません、今あのちょっと待ってね。皆さんはあれですか、もうかなりエクスペリエンスのある方たちなんですか、生徒さんは。ね、彼がね15年ぐらいじゃないかな。彼はもっと古いですよ。30年ぐらいやってますね。皆さんは結構バラバラなレベルで、うん、初心者的な、初心者の人たちはこういう人たちが初心者ですけどね、はい、そういう方にはどういう稽古をつけるんですか。あの後で やらせます、はい、ぜひゆっくりゆっくりやらないと今みたいには、ね、ならないから。私は50年ぐらいやってるから、こんなちっちゃい時からね始めましたからね。でもあのセルフディフェンスだから、はい、体操やってうんぬんってないんですよ。だってすぐなんかしなきゃいけないとかあるでしょ、はい、だから本来だったらこれが普通じゃないですか、はい、こうしてやってみますね、はい、大体あの、よいしょ、まあ、こうやってこういう技もあるけど、普通はさっきの蹴り返すわけです、はい、引き返すわけです、はい、で2回目にやったのはこう引っ掛けて、ジョーダンがこう来たやつを突き来て、ジョーダン来たやつをこう引っ掛けてバランス壊して投げてたんですね。なるほど、ね、だから本当はですねこう上中来て、こう上中で来たらこう滑って、はい、2度目に取る場合がありますね。こうしてですね、はい、こう抜いてるわけですね、こう抜いてるわけですね、ここ で、はい、でこれで打ってもいいし、ここから逆に来てるわけですね。でこちらにちょっと崩しながら入ってるわけですね。これはあのこう一瞬にしてこうやって投げてるわけです。少林寺拳法早くてもちょっと危険なこともやりましょうか。ぜひお願いします。危険危険危険、カメラさんも気をつけて。持ちますね。かわいそう、危険なこと。大きいですよね。はあ、大きいです。これはどうしてるかと言いますとね、はい、危ないですからこっちにこう逃げてますね。こう取ってます。危ない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 、今死んでますね、3回ぐらい。私でも青坂先生も負けたことはない。5歳からない。素晴らしいです。あのもっとひどい技がありますね。はい、ひどい技をぜひ。これは何をやったかってですね、あなたとしてやります。はい、お願いします。すごい、どうやったんですか先生、教えてください。え、私今は教えられない。今は教えられない。今すごいですよ、すごいですよ。あの指が入っちゃいます。ひどくするとですね、はい、指があの弱い部分ですから切れてスポッと入っちゃう、血が噴き出します。北斗の拳の世界ですね。
いや、本当ですよ。あの途中でやめるから、はい、この大体の人間にも動物にも爪があるでしょう、はい、それでこってやったら切れますね、はい、また血が吹き出しますね。これはもう一発です。こう倒れた場合ですね、こうかけられて倒れて、で押さえ込みしますね、こういうふうに、はい、でこれ起き上がるために、はい、普通だったらスポーツですから、はい、何もできないですね。なかなか難しいですね。私ども簡単ですか、もう、こうなります。サンサバダニエル、はい、サビアン。だから結局は、はい、結局は固め技してもですね、手がもし片方でも生きてるとこれはもう何でもできますね。こう、そう、少林寺拳法すごいですね。いや怖いですよ。時々舐めてやってきますけどね、はい、でもこれはやろうと思えば簡単ですよ。やろうと思えて今の殺そうと思えばってことですよ。で誰でも痛くない人いないでしょうかね。これね、いけるでしょ。こうやるわけです。指は折れますね。折れます。折れるところじゃないですよ。すごいですよ。浅香先生、この優しそうな顔して結構凶暴です。だから、はい、本当の武道っていうのは怖いですよ。Et nous essayons d'améliorer ses conditions de vie. Nous sommes résolus à nous comporter à notre rage, juste, humain, contre les parasites.青坂先生にね、よろしくお願いします。したいぞ。頑張れ。